2分の1の魔法は、ピクサーアニメーションスタジオ制作による、アメリカ合衆国のコンピューターアニメーションファンタジー、アドベンチャー映画。アメリカ合衆国では2020年3月6日に、日本では同年8月21日に公開された。監督は、ダンスキャンロン。同時上映は、マギー・シンプソンの初恋大奮闘。ピクサーの長編映画としては2019年公開の、 トイストーリー4につ1995年公開のトイストーリーから数えて22作目となり、またシリーズ作品以外のオリジナル作品としては2017年公開のリメンバーミー以来3年ぶりとなる。さらにソウルフルワールドと並びピクサーの長編映画が同年に複数公開されるのは3年ぶりの3回目となる。かつて魔法で溢れていたが、 科学や技術が進化するにつれ魔法が消えかけてしまった世界を舞台に10代のエルフの兄弟アンライトフットとバーリーライトフットの二人を主人公に据え死亡した父親をめぐって彼らが繰り広げる冒険を軸に兄弟や家族の絆などが描かれている本作の舞台はエルフやユニコーン、人魚 小人などの妖精たちが暮らす不思議な魔法の世界だったが、習得や使用に才能や技術が必要な魔法に変わり、科学や技術が発達したことで世界から魔法は消えかけてしまった。そんな世界の郊外に暮らすエルフの少年、イアン・ライトフットと、その兄バーリー・ライトフット。二人の父親ウィルデン・ライトフットはイアンが生まれる前に病気で死亡した。ウィルデンは、 妻のローレル・ライトフットに魔法の杖と手紙を託しており、ローレルはイアンの16歳の誕生日にプレゼントとしてそれらを渡した。手紙には死者を24時間だけ蘇らせる魔法が記されていた。イアンは杖を手に呪文を唱えるも、失敗によりウィルデンの下半身のみ蘇らせてしまう。イアンとバーリーはタイムリミットの十四時間以内にウィルデンを完全に復活させるため、 魔法に必要な宝石不死鳥の石を手に入れようと冒険に出る。マンティコアの酒場に行けば、不死鳥の石のありかがわかると、イアンとバーリー、それに、下半身のみのウィルデンと共に、バーリーの愛車、グーイネビアに乗って酒場へと向かう。酒場で天主のマンティコアコーリーから不死鳥の石のありかが書かれた地図を手に入れた彼らは、次に地図を頼りにカラスだけに向かうことにする。途中、 グイネビアがガスケツになってしまったためガソリンスタンドに向かうが、そこでピクシーダスターズという妖精のバイククラブとトラブルになる。イアンの運転でなんとかピクシーダスターズを振り切った。だが、今度は警察官のスペクターとゴアに呼び止められてしまう。イアンとバーリーは変身の呪文を使用し、警察官でありローレルの新たな恋人である。 コルトブロンコに変身して何とか脱するも、怪しんだスペクターからコルトに紹介が行き、二人の行動は警察に知られることになる。一方、イアンたちが冒険に出たと知ったローレルは、心配して二人の後を追い、酒場でコーリーと合流。コーリーは、不死鳥の石を手にすると呪いによって、ドラゴンに襲われることをローレルに伝える。そして、それを阻止するにはかつてコーリーが持っていた。 呪いクラッシャーが必要だというが、呪いクラッシャーは以前彼女が、七夜に売り払ってしまっていた。七夜の店主、グレックリンからなんとか、呪いクラッシャーを買い戻したローレルとコーリーは、イアンたちの後を追う。イアンとバーリー、ウィルデンが、グーインレビアを進めていると、底なし穴に行く手を阻まれるが、右翼曲折の末に、イアンの魔法でなんとか切り抜けることに成功する。するとそこに、 地図が示していたカラスの彫像を見つける。だが、そこに、本物のコルトが現れローレルが心配しており二人を家に連れ戻そうとしたため、バーリーは仕方なくグーイネビアを犠牲にするのだった。一行は彫像に導かれ川を降り、数々の罠や仕掛けをくぐり抜けた先に待っていたのは、イアンが通う高校であった。バーリーが、学校付近にある噴水に、不死鳥の石があると思いそれを調べていると、 不死鳥の石が現れる。しかし、バーリーがそれを手にした瞬間、噴水から赤い煙が吹き出し学校の校舎の壁などから巨大なドラゴンが形成され、ドラゴンは不死鳥の石を取り戻そうとバーリーを襲う。イアンは不死鳥の石を使って、ウィルデンの下半身に魔法をかけ直す。今度は魔法は成功したが、完全に蘇るにはもうちょっと時間がかかる。 イアンは、ビルデンをバーリーに任せ、魔法でドラゴンを足止めしようとする。そこへ呪いクラッシャーを手にしたローレルと、コーリーも到着。呪いクラッシャーを振るうローレルとイアンの魔法によって、ドラゴンを倒すことに成功する。タイムリミットの24時間が迫る中、ビルデンは、ついに完全に復活したが、バーリーと会話を交わしだき合うとすぐに消滅して、しまうのだった。その後、イアンは、 自信に満ち溢れ学友ともうまくいっている様子であった。そして新たにイアンとバーディが描かれた空衣ネビアに乗って、二人は魔法で空に飛んでいくのだった。次にイアンの部屋のコルクボードに貼られた家族写真が映し出されて物語は幕を閉じる。2017年7月、ピクサーが D23 エキスポ2017のイベントにて、 モンスターズユニバーシティのダンスキャンロン監督がオリジナル長編映画を制作中と公表した。本作は1歳の頃に父親を亡くした彼自身の経験が元になっている。ダンはこの物語は僕が1歳の時に亡くなった父親と僕たち兄弟の関係からインスピレーションを受けて描かれているんだ。 大切な人を亡くした経験は誰にでもあるはずだし、その人と1日だけ一緒に過ごすことができたら、それは素晴らしい出来事になると思う。イアンは内気で、シャイで、自分に自信がない少年だけど、彼は、お父さんに会うために勇気を出して、自分を信じることが必要になるんだ。イアンと、兄バーリーとの旅を通じて成長していく姿は、誰もが共感できると思うよと語っている。 本作の出演者は2018年12月12日に初めて公表された。主人公のイアン・ライトフット役にはトム・ホランドが、イアンの兄バーリー・ライトフット役にはクリス・プラットが起用されたが、二人はアベンジャーズシリーズにて共演経験があるためプライベートでも仲が良いことで知られており、声の収録を一緒に行った際はまるで本当の兄弟のように息があった様子だったという。 キャスティング担当のケルシーマンは、オーディションでは、数百人の声を聞いたんだ。イアンの絵を見ながら声を聞いて、イアンの内気なイメージに合っているかどうかで判断する。そうやって、それぞれのキャラクターに、ぴったりの声の人を選んでいくんだとトムが起用された、敬意を語っている。また、日本語吹き替え版において、イアン役には、子孫淳が、バーリー役には、白田優が起用された。 二人の起用理由について、ウォルト・ディズニー・ジャパンは、雪高さんは優しくてピュアなイメージを持ちながら、高校生の役から難しい役まで様々な役柄を演じてこられました。イアンの弱さだけでなく、彼が自分を信じて成長していく様も、表現いただけると思い、バーディーも幼い時に亡くしたお父さんにもう一度会って、伝えたい特別な思いを心に秘めています。 シロタさんの仲間や家族を大事にする、大らかな人柄がバーリーにぴったりと明かしている。なお、心村しは、ディズニー映画での声優は、初となるが、シロタは2015年公開の、シンデレラの木と王子役で声優を担当した経験がある。アーロと少年で音楽を担当したマイケルダナと、ジェフダナ兄弟が本作でも、音楽を担当している。また、日本版。 エンドソングにはスキマスイッチの全力少年が起用された。彼らにとって海外の映画への楽曲提供は本作が初となる。サウンドトラックエンドロールでは君が支えてくれたが冒頭で流れ、その後言語版ではスコアのメドレーが日本語吹き替え版では全力少年が流れる。2019年5月30日、YouTube のピクサー公式チャンネルにて 最初の予告編が公開され、この予告編はトイストーリー4の上映前に劇場予告編として流されるようになった。さらに10月10日には2つ目の予告編が、12月17日には3つ目の予告編が公開された。日本では2019年8月8日にウォルトディズニー・ジャパンより放題、日本での公開日、特報映像、ポスタービジュアルが、 同時に公開された。また、11月27日には、日本オリジナルの予告編が解禁された。2020年3月2日、2019、新型コロナウイルス流行の影響で、日本公開日を3月13日から延期することが発表された。5月25日に、当初の計画からおよそ5ヶ月後の8月21日に公開することが発表された。 ロッテントマトズの評価は88%、またメトクリティックの評価は61で、平均的な評価となっている。コライダーは、本作について、魔法のような感情に訴えかける映画、ファンタジーと現代社会が融合した世界観で、兄弟の絆を描く素敵な物語になっている。地球上で最も偉大で人気のある、アニメーションスタジオであるピクサーは、 ダンスキャンドン監督の深く個人的な体験を描き、魅力的でユニークな新しい冒険を生み出したとコメントしている。また USA トゥデイはアベンジャーズ俳優のトム・ホランドとクリス・プラットの演技が私たちを泣かせてくる。トイ・ストーリーシリーズのウッディーとバズのように兄弟のヤンとバーリーも固い絆で結ばれている。最高のファンタジーアドベンチャーだとコメントしている。 日本においても、ヤフー映画の評価が3.66と、やはり平均的な評価となっている。また、本作の公式サイトでは、千原ジュニアや小杉隆一、平優奈などの感想が寄せられている。アメリカ合衆国とカナダでは、公開前に、初週末興行収入が4500万ドル、5000万ドルになると予想されていた。二千二十年三月六日に上映が開始されると、 初週末工業収入4000万ドルを稼ぎ出し予想を下回ったもののランキングでは初登場主位となった2週目週末工業収入1050万ドルを記録し2019新型コロナウイルス流行の影響で予想の2600万ドルの半分にも届かなかったものの再び主位となった三週目以降については二千十九新型コロナウイルス流行の影響で 映画館が封鎖されたため、週末興行収入のリポートが出すことのできない状態となっている。日本では2020年8月21日に全国で封切られ、初週末観客動員数約11万9000人、初週末興行収入約1億6300万円を記録し、ランキングでは初登場4位となった。 2019新型コロナウイルス流行の影響を受け、本作はアメリカ合衆国とカナダで2020年3月20日よりディズニーにて配信が開始され、オーストラリアとニュージーランドでは4月24日に配信が開始された。また5月19日には DVD とブルーレイが発売されたが、これは当初の計画よりも早くリリースされている。 日本では2020年11月18日にデジタル配信が開始され、12月16日にムービーネックスが発売された。これと同時に 4KUHD ムービーネックスも発売された。2020年1月27日、サンフランシスコ在住のアーティストスウィートセシリー、ダニアーが自身のユニコーンが描かれた車が本作に無断で使われたとし、 著作権侵害による損害賠償と公開差し止めを行う裁判を起こした。本作の同性愛を示唆する一シーンをめぐり、中東各国では相次いで上映禁止になるという事態が起こった。問題となったのは、主人公の母親ローレル・ライトフットの恋人である、警察官、コルト・ブロンコに変装した兄弟が、同僚の女性警察官コンビと鉢合わせて、 立ち話をする羽目になるというシーンである。子育てに悩むコルトに同情した女性警察官のカタールスペクターが新しく親になるってほんと大変。私も彼女の娘には手を焼いているわと励ますのだが、スペクターがレズビアンなのは明白であることから、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアの中東4カ国では本作の上映が禁止となった。また、 検閲が厳しいことで知られるロシアでも上映禁止は免れたものの彼女というフレーズがパートナーに差し替えられたほかロシア語吹き替え版ではスペクターの性別をあえて曖昧にしているという日本の字幕吹き替えでもロシア版と同じくパートナーという表現が使われており同性愛者であるとはわからないように修正されているなお本作の主題歌を担当したブランディカー・ライルも レズビアンである。ありがとうございます。